では、用意ができたようですので、皆さん、大きな拍手でお迎えさせていただきたいと思います。パーゲーナーの皆さんです。よろしく。Thank you.
今回のスターリューザーはですね、あのちょっと趣向を変えまして、全曲山口百恵ということで、頑張ってお送りしたいと思います。あの本当はですね、あの20歳ぐらいの百恵ちゃんはあのリメイクしたかったんですが、今の百恵ちゃんの体型かなっていう感じで、あの絞り切れて申し訳ございません。毎日ダイエットしたのよ。そうなんです、ちょっと頑張ったんですけど、まあ、今後止まりでございます。あの今日は楽しんでいただければと思います。では早速次の曲に行きたいと思います。早いな早いな、虫たくさんしないと。ではあの次の曲を聴いてください。
ここまで聞いていただいて、あ、ひょっとして今日はと、ももえちゃんファンの方なら思われたんじゃないかなと思いますが、1曲目を除きまして、宇崎竜童さんと秋陽子さんのコンビの歌をお届けしようと思いまして、全部で、何曲か準備をさせていただきました。で、ももえちゃんと言いますと、割と淡々と歌を歌っているイメージから、だんだんこう妖艶な女性に変わっていたなっていうのがあると思うんですけれども、横須賀ストーリーのあたりから、歌ったもん勝ちよねっていうふうに思ったみたいです。で、歌詞は言われるのではなく自分で噛み砕いて歌ってしまえばいいんじゃないかなっていうふうに思ったというのを私がちょっと桃江ちゃんを調べているときに聞きました。あ、そうか。じゃあちょっと頑張って歌と近づいて桃江ちゃんがもっと近づいてみようかなと思って、みんなで練習をしてきました。いかがでしょうか。でですね、バンマスがですね、今日はポール伊藤ということで、もしもポール・マッカートニーが山口百恵のコンサートに参加したらという、そういうコンセプトで今日ここにおりますので、ぜひビートルズのポール・ファンとか見ていただければと思います。でもなぜか T シャツはガンズなんですけれども。意味わからん。はい、そんなメンバー紹介を含めながらお送りしたいと思います。では次の曲を聴いてください。
の早起きがかからないと動いちゃいけないというルールがあったんですね。はい、年齢考えてやらないと腰痛める。腰痛めるいきそうだったんですけど、頑張りました。年齢考えてやらないと腰痛めるっていうのということでね、山口萌子と萌子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 はい、で次の曲は紅白歌合戦にも登場した曲で、歌詞が変わるとか変わらないとかという物議を醸しました。あの曲をお送りしたいと思います。バンドのメンバーの皆さんが本当に頑張ってくださってですね、私が一人で全曲を歌わせていただくのは今回初めてで、なんと今回まあ急遽本当に何週間前という時にですね、1週間あそこに座っていますキーボードのなんとドラムのりょうさんの息子さんなんですけれども、はずみ1週間でこの仕上がりをしてくださいました。で、さっきのリハーサルで、なんか音を出してくださいって言ったら、子犬のワルツを弾きました。まあ、びっくりしますね、本当にクラシックのね、
あの質問があると思いますけれども。聞いて。やっとー。おすげえ。これ初めて聞いたんです。なかなかすごいすごい芸達者ですね。実は。あのね、競技ね、ギター弾けるよりピアノ弾けるがモテんね。スナック行ったら絶対モテない。山ちゃんじゃないからね。あ、ダメ。俺ダメ。というわけで、まあ最近はですね、男性が本当に草食系だとか肉食系だとかいろいろありまして、草食系の代表です。あ、彼はね、草食系の代表なんですけれども、男性だったら一度はこういうシチュエーションになってみたいなという、そんな歌をお届けしようかなと思います。ようやく覚えたね、振り付けね、はい。まあスタディーザーのボーカルというか、歌の中でなかなかこういう振り付けが入っているものっていうのはなかなかないんですけども、今回はちょっと頑張って踊ってみました。早いものがですね、もう最後の曲になりましたけれども、ちょっと準備をさせていただきますので少々お待ちください。お願いします。Thank you.
山口百恵さんは7年と6ヶ月デビューしてから、歌手活動をしました。三浦友和さんという男性と出会いまして、結婚をするということで引退を決めました。本当に人気があったのに絶頂で引退を決めるという、その決断はすごいなと思います。若干20歳という年齢でした。私たちが20歳の頃何をしていたかなというふうに思い浮かべると、あんなにすごい決断っていうのはできないんじゃないかなというふうに思います。皆さんは自分が20歳、21歳の頃どんなことをしていましたか？そんなことも思い浮かべ、そして大切なお別れや感謝の気持ちを伝えたかった時のことを思いながら聞いていただきたいと思います。Yeah.
帰ってきたよ、大阪。Thank you.
ありがとうございました。